はい、おはようございます。キクチャンネルのキクちゃんです。いやー忙しいですね。夏の終わり本当忙しいです。毎日ね忙しくさせてもらってますよ。仕事じゃないんですけどねドラクエが忙しくてねもうかれこれプレイ時間が40時間を超えそうですよ。もう 3DS 版をね買ったんですよね。まあ、あのテレビねつけてねテレビの前でゲームすると嫁さんが嫌がるんでね露骨に嫌な顔するのでDS 版をねやってますよ。でね面白いですね本当にね。もう飽きさせないというかねよくできてるんですよ。でねあの DS ってその画面をパカッと閉じればね途中から始めることができるんですね。戦闘の途中でもできますしね。あれが僕にちょうどいいんですよね。でね、DS にはねそのメール機能も LINE 機能も当然ついてないですからね。まあ、付け合うことはできるんかな、まあ、知らないですけど、ついてないんでね、それに没頭できるんですよねで家のことがね全く追いついてませんね。ドラクエのせいでねでドラクエが悪いんですよ。僕が悪いんじゃないですよ。ドラクエが面白いからいけないんですよこんだけねやり込んだのっていうのは本当ね小学生中学生以来かなと思いますよ。本当にね開けてもくれてもドラクエばっかりやってますわ本当に。で、まあねまあ、ある程度先が見えてきましたね。まあキャラクターいろいろいるんですけどもお気に入りのキャラクターで決まってきましたね。まあそのドラクエをやり込んでるさなかサーフィンに行ったり、買い物したりとかね全く仕事をやってないですね、やってないですね本当にね。やってないんですけどねこの度ね縁あっておかげさまでね大阪の南堀江まあ繁華街のど真ん中なんですけどね、で駐車場コインパーキングをねさせてもらうことがね決まりそうです。ほんとね縁あってのお話なんですよね。まあ今回うち、まあ、僕だけじゃないんですけどうちのね社員とかまあ、知り合いとか出資してもらってねコインパーキングを経営することがなんとかできそうですね。これもね僕はそれに一丁噛んでるだけですからね特に何の貢献もしてないんですけど今ねコインパーキングが熱いですね。事業としたら歴の長い商売だなと改めて感じます。でね、話は変わるんですけど、まあ僕には目標があるんですね。夢があるというかな、こうしていかないといけない、まあ、ああしていこうっていうのがね常に頭の中にあるんですね。まあ、その目標っていうのをね、いかに早く達成するかっていう部分でね僕はそれに今遊びを取り入れているんですよ。言ってることむちゃくちゃでしょ。なんていうのかな、今はね時間を作るために仕事をしている、当然利益を上げるために仕事をしているんですけど自分自身の手をね、かけないために仕事をしているっていう部分もねある種ありましてね、まあいかにね手間をかけずにそのクオリティを出すのかっていう部分ですね。こんな話をするとね
嫌な顔する人いるんですよね。手を抜いてるんじゃないかみたいなね、あの仕事はもっと真剣にしろというね。でもね、ある程度僕会社経営12年ほどさせてもらうとね、そればっかりだとね、やっぱりね限界が来るんですよ、どこかで。それはね、やっぱ家庭であったりね、事業内容であったりね、いろんな部分でね無理が出てくるんですよ。でね、遊びもねほどほどになんてやっちゃダメなんですよね。やるからには真剣に、もう体壊すぐらいまでやるんですよ。これが僕のやり方なんですね。仕事もやるときはもう体壊すぐらい仕事をするとそのね、要は調節弁がねちょっとバカになってるんですね。弱中強じゃなしにゼロか強しかないですよねかないというかね。僕ね、話がありますわ。昔からねこの機能いらねえんじゃねえかと思うのがありましてね、電気ポット、もう今うちはねケトルありますしね、電気ポットっていうのを一切使わない、その保温して置いとったりっていうのは一切しないんですけどね、水が汚く悪くなりますからね、電気代は無駄なんでね、そういうの一切してないんですけど、昔ねなんか80度とかね、なんかね100度じゃない、なんかその手前みたいな温度設定みたいなありましたよね。でね、電源が切れると必ず80度でこう温度がね一定になるみたいなね、なんだあの機能と思ってね。お湯入れる時なんて大体ラーメン、カップラーメン作る時ぐらいしか入れないんだから、常に0か100にしとけよみたいなね、それ以外の機能いらねえよ、また電気ケトルが出てんですごく便利だなと思ってるんですけど、あの発想が当時なかったのかな。まあ そういう余計なこと、余計な機能というかね、そういう機能は本当いらないなと最近ちょっと思ってきてましてね。スマートウォッチね、僕スマートウォッチね、ちょっと前に買ったんですよ、ガーミンのね。まあ値段で言ったら安かったんですけどね、心拍数を測れたり歩く距離が出たりっていうのがありましてね、その前にアップルウォッチっていうのを持ってたんですよね。ただね、まあ結論から言うと僕には合わなかったですね。結局2回も手に入ったんですけど、2回ともやっぱり使わないですね。時計はやっぱり今つけてるこの G-SHOCK かね、ロレックスのサンマリーナ、まあアナログな感じのね、機械式の時計か、この G-SHOCK みたいなね、現場でも全然遠慮なく使えるやつ、一番安いやつですけどね、この2つで十分だなと思ってるんですよね。人に会いに行くときはね、やっぱり G-SHOCK だとね、舐められるところがあるんでね、ちょっとあんまりこれはつけて行ったりはしないんですけど、人に会うときはですね、やっぱそういう使い分けとね、機能を絞るっていうことなんじゃないかなと改めて思います。今度のね、まあ、ドラクエオンラインでもないですし、特にそのダウンロードコンテンツが充実しているわけでもないんですね。今あるコンテンツを一生懸命作り込んでるって感じなんですよね。それがまたいいですね、僕に合いますわ。なんていうかな、ダウンロードコンテンツが当たり前になってるんですよ。本体買ってダウンロードはまた別よみたいなね、追加マップとか追加アイテムはまた自分で買ってねみたいなね、僕その商法が嫌いなんですよね。ゲーマーでゲームやってますけどね、特にスマホのね基本プレイ無料みたいなね、ああいうの僕絶対やらないですね。基本プレイ無料だからやらねえっつーのって感じですわ。あれが1000円なり2000円なりね、でねずっと楽しめるんだったら僕買いますけどね。まあ面白かったら買いますけどね。まあそんなスマホゲームなんかね、基本金取ろうっていうことしか考えてませんからね、一切やらないですけどね。レベルが上がりやすくなるためのなんちゃらとかね、そんな
ね、絶対に僕はやらないです。もうその前段階でやらないですよね。まあこんなこと言ってると親父なのかなと思いますけどね。今日はね、会社ちょっと渋滞してるんで取り留めもない話をもう一発入れていきますよ。あとね、スズキ、僕ね、スズキっていう車のメーカーが好きなんですよ。というか軽自動車全般が好きなんですね。日本独自の企画なんですよ。で、僕ね、海外のゲストとかね、海外の人の話もよく聞きます。僕自身は海外行ったことないんですけど、海外で日本のスズキっていうメーカーってめちゃくちゃ評価高いの知ってます？トヨタの次ぐらい人気あるんですよ。トヨタよりも下手したら場所によっては人気あるらしい。特に新興国アジアとかね、インドとかでスズキナンバーワンらしいんですけどね。まあなんでかって言ったらね、やっぱりね、丈夫っていうのは第一なんですね。あとコンパクトでね、余計な機能がついてない、値段も現地のメーカーより安いというかね、それぐらいのリーズナブルな値段で大衆車としてすごく優れているということでね。あと軽自動車の規格のまんま販売してね、現地は軽っていう規格がないので普通乗用車で売ってますからね、すごく少量コンパクトらしいんですよね。僕もね、いろんなメーカーの車乗ってきました。トヨタ、日産、三菱、スズキもそうですし、所有してきましたね。フォルクスワーゲン、アウディね、まあその辺乗ってきましたね。で、いろいろね乗ったんですけど、やっぱりスズキが一番僕好きなんですよ。やっぱりね、このチープさがたまらんすよね。いや、結局費用対効果なんですよ。僕ね、アウディとか乗ってたことあるんですけど、燃費むちゃくちゃ悪いんですね。でむちゃくちゃ故障するんですよ。でね、フォルクスワーゲンもそうですね。あとね、他のメーカーもだいたい似たり寄ったりなんですけど、車がとにかくでかくて重いんですよ。で、軽自動車もね、一時期すごく体が、ボディが大きくなった時がありますよね。今の企画でちょっと大きくなってるんですけど、今のワゴン R って初代ワゴン R とね、車重一緒なの知ってます？大きさあんなにビッグになったの。それってすごくないですか？機能もかなり充実してますよ、ワゴン R ね。それなのに車重は一緒っていうね。あれがなかなかね、他のメーカーじゃできないんですよ。車ってね、当然メーカーね、例えばスズキのワゴン R が出たとなればね、ホンダもトヨタも日産もマツダもね、当然ワゴン R を自社で買うわけですよ。でバラバラに分解してね、当然ここではこういうスポット溶接をしている、ライバルを当然研究しますからね。相手はこういう風な電気系統を使っている、ここのパーツを流用しているっていうのは全部丸裸になるんですよ、市販車で出た時にね。でもね、世界のトヨタがですよ、スズキの技術だけにはかなわないって言ってるんですよ。だから業務提携してるんですよ。まあトヨタはね、スズキだけじゃなしにマツダともスバルとも提携してますけどね。まあ巨大産業ですけどね。やっぱりね、技術というかね、軽くするでね、丈夫にしつつ軽くしてるっていうね、これはね、なかなか技術的にはすごいことなんですよ。それがね、まあ、スズキだけじゃないんですけどね。ただ海外の車見てくださいよ。 BM にしたってメルセデスにしたって車重なんて 1.5 トンから 1.6 トンですよ。ちなみにワゴン R 720キロ、僕が乗ってるアルトワークス、これ650キロですよ。650キロ、一般の普通乗車が 1.2 トンとか 1.3 トン、メルセデス・ベンツの E クラスなんか 1.8 トンありますからね。まあその比べるところが違うっていうのはそれまでなんですけど、まあ同じ車ですからね。それだけ重くしないと、要は丈夫に作ることができない、なかなか難しいんですよ。で、重くするっていうことは当然ハンドル性能、タイヤ、要は走行性能、あと燃費、全部関わってきますからね。当然車が重くなるとそれだけ止まることが難しくなる、燃費も良くするのは難しくなりますよね。その辺を全てクリアにしていくスズキのその技術者根性って言ったらね、これは本当すごいんですよ。なんでワゴン R があんまり売れてないのか僕分からんですけどね。
ホンダの NBOX なんかではるかにワゴン R の方がね性能はいいですし、お金ね安いですしね、100万円切ってるんですよ、一番下のグレードでね、5速ミッションでね、すごいことやってるんですよね。海外の人はそれを知ってるんですよ。海外じゃね、日本のアルトワークスってむちゃくちゃ人気あるんですよ。日本じゃあんまり評価はいまいちだけど、海外じゃ評価がいいものって結構あるんですよ、日本で。例えば日本のゲームね、日本のゲームで一部ですよ、ドラゴンクエストとかじゃないですよ、ストリートファイターとかね、鉄拳とかね、あの辺の対戦格闘ゲームで海外じゃむちゃくちゃ人気ありますからね、日本の。まあそういうね、日本じゃ今一つ評価はそんな高くないですけど、海外じゃすごくいい評価をもらってるっていうのはね、僕あの外国人ゲストいろいろまあまあ、取り入れ、まあ、お付き合いさせてもらってて、すごく感じることが多いんですね。日本の鈴木はすごいと。僕は鈴木が大好きだっていうのを熱心に語ってる人いましたけどね。僕も鈴木好きなんでね。それだけでお酒何杯も飲みましたけどね。まあそういうね、ものをね、ちょっとピックアップしてね。あ、辞職もすごい人気ありますね、海外じゃね。まあ、そういうのでね、いろいろ日本にいて海外だからありがたがってる、それいいものもあるんですよ、海外にも当然。日本独自のね、いいものっていうのね、これからもちょっとね、いろいろ取り入れていきたいなというふうに感じます。今日はね、長かったですね。はい、以上です。ありがとうございました。